コノスバ。ユンユンさん、いますか？え、私、何でしょうか？そんなに驚かれなくても。こちら、ユンユンさんにお手紙です。コウマの里から？一体どうしたのかしら？またくだらない内容とかだったり。え？また？いらっしゃいませ。特製福袋はいかがって。ユンユンさん、明けましておめでとうございます。振袖とっても華やかでよく似合ってますね。ありがとうございます。それよりどうかしましたか？浮かない顔ですね。コウマの里にいる父からまた手紙が届いたんです。その内容が。すまぬ、娘よ。この手紙が届く頃には私はもうこの世にいないだろう。千年に一度の禁断の祭りが開かれる。強靭なる顎持ちし踊り狂う獅子が今に里を蹂躙せんと狙いを定めている。もはや万策尽き果て、抵抗の術は絶無なり。私は族長として里と共に滅びゆこう。だがユンユンは帰ってきてはならん。よいか娘よ、決して帰るでない。どうせ大げさに言ってるだけだとは思うんですけど、もし本当だったらと思うと心配で。コウマ族の方の考えは私にはちょっと。カズマさんたちには相談したんですか？こういう時にはとっても頼りになりますよ。それが留守なんです。みんなで王都に新年の挨拶に出かけちゃったみたいで。どうしよう。私でよければ手伝おうか？はっ、リアさん！よくはわからないけど困ってるんだろ。よければ力を貸すよ。いいんですか？シエロもエイリカも新年の挨拶に行っててね。ちょうど暇をしていたところなんだ。ディアさん、ありがとうございます。よかったですね、ユンユンさん。私もお仕事さえなければお供するのですが。行ってくるがよい。バニルさん、明けましておめでとう。袴姿が様になっているね。まるで故郷の正月みたいだ。それよりもバニルさん、行ってくるがよいって。魔道具店はお正月が稼ぎ時ですよ。年末年始働き詰めだったからな。たまには息抜きをしても罰は当たるまい。それにその小娘を助けたいのであろう。バニルさん、ありがとうございます。すぐに準備をして。振袖を着ていくと吉と出ておる。え、わかりました。ではこのまま。バニルさんもいいところあるんだね。ありがとうございます。お父さん、ここまでしてもらうんだから、大したことなかったら承知しないからね。言ったか、去年の売れ残りの詰め合わせ福袋など売れるわけなかろう。しかも使用者が迷惑を被る危険な商品ばかり。新年早々クレーム対応などごめんである。ポンコツ店主には正月休みを取ってもらうが吉。このさ、楽しい気分にしないと帰らないなんて、獅子舞はおかしな精霊だ。このスバ。
この森を抜けたら里も間近ですね。何もなければいいんだけど。きっと大丈夫だよ、コアマ族は強いしね。お二人ともあれを。煙、里の方だわ。急ぎましょう。お父さん、さあ集まるのだ。千年に一度の大祭が始まるぞ。あ、お祭り。さっきの煙は何だったの？あちらに火を囲んで踊っている方たちがいらっしゃいますね。祭りの焚き火か。てっきり里が襲われてるのかと。いや、おかえりユンユン。外の人もごきげんよう。コウマの正月祭りを心ゆくまで楽しんでいってください。コウマの正月祭り？そういうのがアクセルで流行ってるんだろ。メグミンから前に聞いたよ。荒ぶる獅子どもが現れたからね、盛大に祭りにしようってわけさ。荒ぶる獅子？お父さんの手紙に書いてあったやつだわ。強靭な顎を持ち、一度食らいつくと決して離さない獅子舞は恐ろしいやつだ。波の町なら壊滅も免れないだろうが、ここはコウマの里。コウマ族が獅子舞ごときに遅れを取るなど万に一つもありはせん。獅子舞？もしかしてユンユンさんの手紙に書かれてた強靭なる顎持ちし踊り狂う獅子って。いかにも。よくぞコウマの里への帰還を果たした、我が娘よ。あの手紙は何だったの？命が危ないんじゃなかったの？そういや、そんなことも書いたかな。かっこいいかと思ってな。お父さんのバカ。まあまあ、皆さんご無事で何よりですよ。族長殿、獅子舞がやってくるというのは本当なんですか？真実だ。それも今年は群れをなしてやってきてな。縁起物にあやかってこうして祭りを始めたのだよ。獅子舞は凶暴だが、めでたい雰囲気を出してると満足して帰っていくというからな。なるほど。それにしても獅子舞にお祭り、なんだか故郷の正月を思い出すよ。そういえばリアさんはカズマさんと故郷が同じなんですよね。じゃあリアさんも書き初めや駒回しをしたことがあるんですか？あるけど、私の場合正月といえばやっぱり初詣かな。みんなで神社にお参りするんだ。あ、そういえばそうでしたね。私も前に参加させてもらいました。神社によって祀られてる神様も違ってね。私の故郷では八百万の神って呼ばれるくらい神様が多いから。八百万？古い言葉で800万、つまりとてもたくさんという意味だ。800万！？その途方もない設定、嫌いじゃないぜ。八百万という言葉の響きもかっこいい。正月、コウマの里でもぜひ流行らせましょう。この巣場